今日は東京で雪降っていて犬が喜んで食べて遊んでます。結構積もってます。本日はメーカーが違うんですけど同じ焦点距離20ミリのレンズを試してみたいと思います。はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、カメラちょっと2台構えておりまして、今ちょっと ZV-10 でどんな感じになってるかっていうのを少し撮影してみたいと思うんですけど、ちょっと部屋の中が汚いのであくまでこちら α7C ですね。でこちらがルミックス S5 になってます。このようにですね2台カメラを構えてそれぞれ20から60ミリの標準ズームですね、それとこちらが先日紹介したソニーの 20mmF1.8 の G レンズになってます。ちょっとグレード感は違うレンズたちなんですけど、ほぼその焦点距離が一緒っていうことで比較していきたいと思いました。でこちら α7C ですね。でこちらが DC-S5 ルミックス S5、 このように2台並べてどのように違うのかなっていうのをちょっと試そうと思ってます。はい、本日の撮影はそれぞれちょっとメーカーが違うんでね、同じようなこの色合いとかってのは全然できないんですけど、ルミックス S5 の方が、ポートレートの設定になってますね。カラープロファイルかなに対して、α7C の方がピクチャープロファイルの2になってます。これ結構私対応してますね。最近撮影ほぼピクチャープロファイルの2でやっております。でこのような設定と、あとはマニュアルで F 値は一番開放状態、こちらは F 値 1.8 でこちらが F 値 3.5 で、それぞれシャッター速度は50分の1秒の 4K の24フレームで撮影してますね。でそれぞれのこの比較というか、こういう風に映るんだ違うんだっていうのを少し皆さんにご体感していただこうかと思っております。はい、こちらですね、α7C とルミックス S5 の比較の説明なんですけど、一度実は先日に収録してるんですけど、喋り方とかそのまとめ方が気に入らないので収録し直しております。なのでちょっと背景とかこの洋服とか私の感じとかちょっと違うかもしれないんですけど、ご容赦ください。でこちらの方にですね表っていうのをこの後貼り付けますが、ルミックス S5 と α7C っていうのはちょっと似てるところもあるけど結構違ったりもするし、性能のいいところ悪いところっていうのも結構バラバラだったりしました。全体的に見るとルミックス S5 の方が性能はちょっといいかなという感じなんですけど、使いやすさで言うと α7C の方が上だなっていう私の印象でございます。でそちらの比較なんですけど、まずその有効画素数というところを比較してみました。こちら総画素数ではなく有効画素数ですね。こちらは両機種とも約2420万画素と、普通の一般的なミラーレスカメラとしては一般的な数値になっております。なので両方一緒かな、ルミックス S5 α7C も一緒かなと思いました。はい、でこちらがこの両機種の中で最も違うところでありまして、私もその α7C の方が優秀だなと思わざるを得ないぐらい違うところなんですが、オートフォーカスでございます。でこちらが α7C はそのファストハイブリッド AF、増面位操作とあとコントラストのオートフォーカスを両方利用してもう高速にそのオートフォーカスを合わせてくれるっていう機能になってくるんですけど、そちらはとても優秀でございます。でそれに対してそのルミックス S5 は進歩しているとは言ってもコントラストオートフォーカスを採用していまして、写真を撮るレベルだったら意外と AFS ぐらいだったら、シングルオートフォーカスですねだったら困らなかったりもするんですけど、コンティニアスオートフォーカスとかそれこそ動画の撮影だったりすると外してしまうことが多かったり、オートフォーカス合うのが遅い、それこそ大外しをしてしまってそのまま合わないってこともあることがあります。だからといってそのとても非現実的かっていうと現実的ではあるんですけど、優秀さオートフォーカスの使いやすさで比べるとソニーの方にもう間違いなく分がありますね。さらにソニーの方はですね、そのオートフォーカスもですね合致する速度だとか、その粘りですよね、粘り関係ってもさらに落とすこともできれば若干速くすることもできたりとか、調整の幅が大きいです。なのでその落とした状態上げた状態っていうところの上げた状態の性能がとても速い、でその下げていく方向に行ってもピントが合わないってことはなく、あくまでオートフォーカスの合致速度だったりとか粘りだったりする調整が細かにできるんですよ。それに対してそのルミックス S5 の方は遅い方に設定してしまうと、オートフォーカス合うのかなこれはぐらい遅くなってしまう、私の感覚なんですけどなってしまうので、なので私がルミックス S5 で動画を撮影しに行くときにはオートフォーカスではなくマニュアルフォーカスで運用することがとても多いです。
ただそのルミックス S5 にもとても優秀なところっていうのがいっぱいありまして、こちらはその抜粋してしまってるんですけど、まあ、あの動画のフォーマット関係ですね、そちらがそのルミックス S5 は 4K、まあ、ボディ内の収録で 4K の 29.97 フレーム、422の10ビット、まあ、これもう本当に高画質なものですね、を30分制限というのはつきますけど、こちらで収録することができます。でこれは420とかの8ビットとかになると、まあ、制限なくもう結構長い時間収録してもボディも大して熱くならず安定して収録できるんですよ。この辺というのはもうとても素晴らしいですね。に対して α7C は、4K30p、 こちらその動画の方を落とし込んでみると29.97だったりとかするんですが、420の8ビットの方ですねの収録が、まあ、上限 4K では上限となっております。なので 23.97、 24フレームですねに設定してもこちらの方は特に変わりもなくって感じですね。この動画のフォーマットに関してはやはりルミックス S5 の方がだいぶ優秀だなという印象でございます。でそれに伴って同じくスロー動画ですね、スロー撮影の方、こちらもルミックス S5 の方が優秀です。こちらがその α7C を先に言ってしまおうと思うんですが、フル HD で120フレーム 120fps までなんですね。まあその 4K の方でスロー動画っていうのは撮影できません、 α7C は。もうこれがその α7S3 とかになってくると全く話は変わってくるんですが、今回は α7C とルミックス S5 の比較になってますので、まあ、これが違いますと。でそちらルミックス S5 のスロー動画がどれぐらいかっていうと、まあ、4K ですと 60fps、 60フレームですねの撮影ができます。でフル HD ですとなんと 180fps までいけます。まあ、これ確かオートフォーカスが効かなくなるっていう速度が確かどっかで境があったんですけど、まあ、それがこう撮影できてしまうよっていうキャパシティの広さっていうのがルミックス S5 はとても使いやすいところですね。はい、でこれも結構大きな差が出るところでして、まあ、こちらもルミックス S5 の圧勝かなという私の中での印象です。ファインダーですね、ファインダーの比較なんですけど、 α7C の方がまあ、こちら細かい数字が出てたんですけど、約で表示させていただきます。236万ドットで、倍率が約 0.59 倍と、とても小さい画像になってしまいます。で覗きにくいし、覗いて画像を見てみても、まあ、実際綺麗ではあると思うんですが、とても小さくなってしまっていて、まあ、なかなか見やすいファインダーだなという評価はできないです。α7C に関しましては小さいので。に対して、ルミックス S5、 こちらの方は同じく236万ドットではあるんですけど、倍率の方が約 0.74 倍ということで、私が普段こう写真を撮影したりするときにメインで使っているルミックス S1 はもうファインダーがとても綺麗で優秀だっていうところで、発売された当時はとても評判でした。最近はもうそれに追随するぐらいとてもいいファインダーを搭載しているミラーレスって増えてきてるんですけど、その当時はそのルミックス S1 ってとても綺麗だねって言われてたんですが、そちらとこう使い比べてみても大きく劣るよっていうほど汚くはなく、とても綺麗に見えるファインダーなんですよ。なのでその覗いて撮影する没入感だったりだとか見やすさとかっていうことを考えると、まあルミックス S5 の方がだいぶ上だなという感じです。はい、で続きまして、手ブレ補正ですね。こちらが、まあ、公表値ではその α7C は5段で、同じくルミックス S5 もBIS や要はボディ内手ブレ補正で5段ってことになっています。はい、これですがなんですが、両方ともこう使ってみての感じなんですけど、明らかにルミックス S5 の方が優秀です。これがまあなんか私の聞いた範囲ですと、マウントのサイズによるみたいですね。マウントのサイズが大きければ大きいほど手ブレ補正とかその撮影の像による余裕とかっていうのが大きくなるみたいで、こぞってその RF マウントとか Z マウントっていうのはマウントのリングのマウントですね、マウントのベースのサイズか、ベースのサイズを大きくしてますによってその手ブレ補正だとかレンズの設計に余裕を持たせてるっていう中で、ソニーの E マウントっていうのは APS-C が走りなんですよ。 APS-C の規格のままこのフルサイズもセンサー、フルサイズのセンサーですねもう装着できますよってことで、まあ後からできてきたセンサー、ボディになるんですよ。α7 がそうですね、当時は、まあ、NEX の、5が最初かなに出てきまして、3と、まあ、出てきて、その後に7とか出てきたんですけど、その同じマウントのままフルサイズフォーマットも対応してきたっていう流れになるんで、
まあ、そういうことを考えていくと、その当時としては大きかったけど時代が進んでいて余裕がある設計なのかっていうと、その手ブレ補正とかでちょっと出ちゃってんじゃないのかなって話を聞いたことがありますね。これは私も実際に使ってみてルミックスシリーズとても優秀だなと思っていて、 α7C とか使うと手ブレ補正弱いなっていうのは実際感じてしまうんですよ。全く効いてないとか十分な効きではあるんですけど、まあ、例えばその手ブレで1秒2秒っていうのが、あ、ルミックスシリーズは余裕で取れてしまったりとかする環境で α7C を1秒2秒って粘ってみると、まあ確実にブレてますね。はい、でここからは α7C がとても優秀だなというところになってきます。まずバッテリーです。でバッテリーがその静止画像を撮影枚数純正バッテリーという条件で、まあ、あの規格に応じて何枚撮影できますよっていう枚数になるんですが、まずその α7C ファインター使用時に約680枚で、液晶使用時に約740枚と、まあ本当たくさん撮れますね、1個のバッテリーで。今動画も収録もその α7C 使ってるんですけど、まあかなり長い時間動画を何本かこう今4本目かな収録していて、それでもかなり長い時間回してるんですけど、まだバッテリー 50% 以上残ってるのでなかなかすごいと思います。でそれに対してルミックス S5 がこちらもまあ十分持つんですけど、バッテリーのサイズもその S1 とかのシリーズに比べると小さくなってしまっているって中で頑張ってはいると思うんですけど、ファインダー時に約470枚で、モニター撮影時に約440枚という数字になってます。まあ、これもそんな困るほどではないんですけど、外出して長くこういろんなもん、いろんなところ回りながら撮影していくよって言った時には、やはりバッテリー、充電用のバッテリーか、モバイルバッテリーですね、それか予備の電池、予備のバッテリーっていうのを持っておくのが結構必須になってくるんじゃないかなと思います。まあモニターでの撮影枚数に関しては本当倍近い差がついているので、740に対して440という数字ですので結構な違いとなってきます。で実使用で感じても考えてもここまではいかないとしても、これに近い数字になってくると思います。これは α7C とても優秀ですね。なんか替えのバッテリーほぼ持っていこうかなって思ったことがない今現在の使い方ではなんですけど、ぐらいバッテリー持ちます。はい、でこれ続いてなんですけど、これも α7C がとても優秀、まあちょっとまあ結果的に握りやすさっていうのがスポイルされてしまっているところでもあるんですけど、コンパクトさっていうところですね。でこちらの数字なんですけど、まず本体、バッテリー、メモリーカードを装着して、レンズは装着してないよっていう形でそのまま使える状態のボディの重さになります。こちらが α7C が約 509g、もうこれフルサイズでって考えると驚異的な数字ですよね。 509g でフルサイズのセンサー積んだカメラがそのまま撮影できる重さになってるわけなんです。それにまあレンズを装着することによって撮影できるんですが、コンパクトで軽いレンズを装着すると1キロもいかないサイズ感で運用できてしまうカメラになります。に対してルミックス S5、 こちらそのファインダーが大きかったりだとか、グリップももっと大きくしっかりしたものを採用しているよとかっていう差が出てくるんですが、それでも約 714g と十分軽量なミラーレスではあるんですが、 α7C の数字がとても優秀すぎて、まあなかなか比較にならないぐらい α7C がコンパクトなんだなって思いますね。 α7C のですね、1.5 倍ぐらいの重さがルミックス S5 あるってことを考えると、 α7C のコンパクトさがよくわかるんじゃないでしょうか。ルミックス S5 に関してはもう比較にもならないです。2台分ぐらいかなって感じだと思うので、はい、このように α7C っていうのは、まあ、ある意味割り切ったボディの性能プラス、とても軽量コンパクトで使いやすいよっていう使用感を持ったとても素晴らしいカメラだと思います。でルミックス S5 もオートフォーカスは若干難を感じる人が多いとは思うんですが、写真を撮る分には十分プラス、その動画の性能っていうのはとても高く、使いようによってはもうとてもいいカメラになりますよね。私もこう使っていてあんまり困ったことはなかったんですが、α7C というよりも ZV-E10 ですね、こちらを買ってみてオートフォーカスの性能にちょっとびっくりした、プラスこういうふうに自分が YouTube を収録していてみて、なんでこんなにオートフォーカス合わないんだって没動画を量産しまくったルミックス S シリーズのオートフォーカスの信頼がもうできなくなってきてしまっていたので、そこでこのように比較をしてみたところ、やっぱりソニー機さん、もうこの YouTuber にとっては α7 シリーズっていうのはもうとてつもなくいいボディになってると思います。この同じようなレンズを装着して画角がどれぐらい違うのかっていうのがまず一つ、まあこうパッと見た感じだとなぜかちょっと α7C の 20mm の方が広い画角なような感じがするんですけど、実際はこの 20mm 同士で置いてある位置っていうのもほぼほぼ一緒の位置に置いてあるので、そんなに大きな差はないはずなんですけど、ほんと若干こちらソニーの方が広いかなっていう感じがしてしまいますね。
で色合いとかそういうのっていうのはこのメーカーの違いで結構こう違うかと思うんですけど、今回はそのメーカーの色合いというところで特に編集はしないでこのまま出そうと思ってます。で縁の方がこちらルミックス S5 の標準キットレンズがですね、ズームレンズが F 値が 3.5 20mm です。 3.5 でこちらが 1.8 となってますので、ボケ感っていうのもちょっと変わってくるかなと思います。こう2台同時の説明ってなかなか難しいですね。頭の中でパッパッと切り替えられないんで、今やってみてこんなに難しいんだなって思いました。で、持ってみた感じ、ここからちょっと私の使用感になるんですけど、実際この α7C の方はボディ内手ブレ補正の設定オンオフしかないです。に対してルミックス S5 の方は手ブレ補正はボディニア手ブレ補正のオンオフと手ブレ補正ブーストと、さらに電子手ブレ補正っていういろんなこう手ブレ補正の方式が設定できるんですね。なので単純に手ブレ補正だけで考えると、この S5 シリーズ、 S5 というかそのルミックスシリーズっていうのはとても優秀なボディが多いです。さらにまあこちらにあるんですけど、この S1 ですね、ルミックス S1、こちらですともう本当に強力な手ブレ補正が効くようになってます。使ってみて感じるぐらいルミックス S5 よりも S1 の方が強く効きますね、手ブレ補正は。でやはり使ってこう同時にこう使用してみて比較するっていう感じだと α7C の手ブレ補正っていうのはもう少し効いてくれてもいいんじゃないのかなとは思うんですが、この辺というのはその純正レンズを使うと少しフィーリングが違って、サムヤのレンズをですね装着してるときは手ブレ補正本当に効かないなって思ってたんですが、今はこちらソニーの純正のレンズを装着した状態だと意外と効くんじゃないかなと思ってます。でこのようにですね、止まった状態で動画を撮影するってなったときはこう激しく前後に移動するだとかそうじゃない限り、もう両方ともとても綺麗に撮れていると思います。ですがやっぱり一番の違いっていうのがオートフォーカスってところが私違うと思っておりまして、まあソニー機の方は今ちょっとソニー α7C の方でやりますが、手でバッとやってもこう追従簡単にしますよね。本当にこう優秀なオートフォーカスだと思います。なのでこう商品レビューとかするときでも、例えばこの ZV-10 がありますってのをこう見せたときもこのようにですね、パッと簡単にピント合ってくれると思うんですね。に対してこちら S5 の方はやはりそのオートフォーカスに私は難があるというよりは、このマニュアルフォーカスで撮影する分には困らない、でもオートフォーカスに頼り切ると、まあ、没動画が生まれやすいなっていう印象が常にあるんですよ。でまあそれの感じっていうのはこう手出してもようやかったかなって感じですね。でこう戻してこう合わないとかじゃないんですよ。認識してこう合致するまでにやはりこうコントラスト方式なので、微細にこう前後に移動しながらオートフォーカスをこう感知するんですね。オートフォーカスはそのコントラストっていうところがまあ若干こう足を引っ張ってるかなっていうところで、パッパッパッとこのオートフォーカスでピント合わせたい時に少し困るなっていうのは印象とても強いです。でこのソニー機っていうのはこの ZV-10 を使ってみても感動したんですが、とにかくオートフォーカスは優秀、合わせたいところにパッパッと合ってくれるのでとても収録しやすかったですね。はい、本日はですねこのようにまあレンズのスペックが似てるよねっていうところで、まあどれぐらい違うのかなっていう簡単な気持ちで収録始めて、まあそのカメラのそれぞれの違いっていうのどれぐらいあるんだよっていうのを説明したかったんですけど、やっぱりこう意外とちゃんと説明するよってなった時に、今こちらですね iPad mini でこうデータを出して収録してたんですが、そのデータの切り替えとかで意外と手間取るし、まとめてないとこう喋りにくいんだなっていうのを改めて感じました。でもう今後っていうのもこちらiPad mini というよりは印刷しておいた方がいいのかなって正直思いましたね。もしくはデータでまとめてメモ帳とかでですね、こう表情にしてその表から読み取る、読み出すみたいな形にした方がいいかと思ってます。私こうあんまり収録するときにあんまりこうカンペとか使わずにですね、使ってみた感じとかそういうのっていうのをこう YouTube でお話しするようにしてるんですね。なのでこの S5 の方はこうでした、で α7C の方はこうでしたって感じで話してるんですが、まあ、こう何かお伝えするときってのはまとめた方がいいなって本日学びになりましたので、次からそれを実行していこうかと思います。まあこちらの正直なところなんですけど、このルミックス S5 の方はキットレンズですよね。に対してソニーの α7C の方についてるレンズは G レンズ、まあ、高級なレンズになるんですよ。なので同じ 20mm の単焦点を持ってればそれで比較した方がいいなとも思ったんですけど、まあ、このルミックスシリーズは特になんですけど、レンズとボディの相性によってオートフォーカスの速度が全く違うなってことが多いんですよ。シグマのレンズを装着したりするとどうしてもこうピントが本当合わなかったりだとか、それこそピントの合致する動作すらしない時とかもあったりするんですよ。それぐらい違うので、この
のマニュアルじゃなくて、ごめんなさい、純正レンズとかっていうところので比較したかったんですね。まあ、なのでその純正の 20mm なかなかピントが合わない、こう拾わないんですよ。実際あの枠上ではですね、ここを見るっていうのは出てるんですが、今合いましたかね、に対してこの α7C だとバッとこれだけ違うわけなんですね。まあ、だとするとこうよっぽどこう自分で操作をして収録動画を撮影したいよっていう時じゃない限り、やはりこのソニー機の方がはるかに優秀だなって感じは私覚えております。で、今この S1 についているこの24からこっちの方がいいな、24から 105mm までのこの標準のキットレンズですね、この S1 のキットレンズの方、こちらですとかなり速度とかも速かったりとかするんですが、やはりその動画を撮ってオートフォーカスがすごく優れてるよっていうかっていうと別に一緒ぐらいかなって感じです。でも使い分けるとすると、まあこの自分で撮影マニュアルフォーカスでですね、動画を撮影するよってなった時に様々なフォーマットで収録できる S5 のメリットっていうのはとても大きいと思います。まあ、10ビットで収録できるというのもそもそもに大きいですし、さらにこうフレームレートっていうのも上げることができる、その30分制限っていうのは出てしまうんですけど、でもその動画を撮影するっていう時にですね、30分以上の長回しっていうのをどれぐらい使うかとか、そういうことを考えれば、まあその30分撮影できれば結構十分なんじゃないかなって私は使っていて思ってますね。はい、本日はですね、このように α7C とルミックス S5 と比較させていただきましたけど、まあ、ちょっと分かりやすい説明ができずに申し訳なかったんですが、このように、まあ、オートフォーカスがこれだけ違うっていうのを一番説明したかったんです。まあ、そうするとこうどちらがこう利便性が高いボディなのかっていうのが、まあ、見えてくるかなと思うんですよ。で、あの S5 の方も写真でですね、撮影する分にはオートフォーカス本当に十分だと思います。特に AFS ですね、シングルオートフォーカスとかであればもう全然パッとピント合いますし、 AFC であれあってもそのコントラストがしっかりしているところであればちゃんと追従はしてくれるので、まあその写真撮影ってところで私困った感じは特に覚えてませんね。ただ使用してみるとこの α 機のオートフォーカスの優秀さってのは際立っているので、まあこう使っていってみて印象って変わるかもしれないです。まあ、なのでこのルミックスシリーズ、特に今年はその GH6 っていうのが出てくると思うんですが、そこからそのオートフォーカスっていうのがいつまでこうコントラストオートフォーカスこだわってるのかなっていうところで、まあ、もちろんそのコントラストオートフォーカスでもいいと思うんですけど、それがさらにこう利便性がどうかっていうところとかって大事だと思うんですよ。特にこの Vlog とかみたいな使用用途、気軽な使用用途ですよね。そこでピントが合ってませんよっていう動画とか写真量産しちゃうんじゃ本当に困ってしまうと思います。なので、まあ、やはりその増面位操作っていうのを採用してこなかった、でもここまでオートフォーカスっていうのをこう磨き上げてきたパナソニックってすごいと思うんですけど、それがこうこれ以上こう高速にならないよとか、他社とこれだけ水準に差を開けられちゃったよって状態でどういう風になってくるのかなっていうのが今後楽しみだし、まあ、早く改善してほしい。特にレンズをいっぱい私持ってるので対応していってほしいなと思ってます。はい、本日はですね、こちらのルミックス S5、 あと α7C と、まあ、簡単な比較っていうのと説明をさせていただきました。とにかく特徴をまとめると、ルミックス S5 は多種多彩なフォーマットで動画の収録ができる、あと手ブレ補正はとても強力っていうところですね。で、あとはこちら α7C に関してはやはり定評のある α-E マウントということでレンズがいっぱい種類あります。で、あのもうある意味動画のフォーマットが1個しかないので、撮影に特にその何を使おうって選ぶのに困ることがない。で、あとはあのオートフォーカスがとにかく優秀でコンパクトっていうところですね。用途とか持ってるレンズとか使い方とかによって好み趣味と選択とか変わってくると思うんですが、実際そう何台も皆さん持てるわけじゃないと思うので、やはり今の段階だと α-E マウントの方が使いやすいなってのが私正直なところです。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。両方ともいいカメラであることは間違いがないんですけど、まあこのようにあの自分が所有しているものなので、いいところ悪いところっていうのを皆さんにお伝えしていければいいなと思ってます。はい、このようにですね、カメラの、写真や動画、また私の好きなオールドレンズ、そうオールドレンズを使うときにルミックス S5 はとてつもなく便利です。このボタンの配置とかっていうのがとってもいいので、というところのメリットっていうのもお伝えしていければいいなと思ってますね。で、このような情報っていうのを楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタン、であとはコメントで気軽に私にコミュニケーションいただけると嬉しく思います。はい、いつもありがとうございます。本日はちょっと慣れてなくて申し訳なかったんですが、次こう何かレビューするときっていうのはまとめてからお話しできればいいなと思ってます。私もちょっとなんか風邪っぽい感じだったので、こう皆さん寒いと思うんですが、どうか体調管理には気をつけて、年明けっていう時間をお過ごしください。はい、では失礼いたします。ありがとうございました。
バイバーイ。こちらとバイバーイ。